そう、どっちが本当の元なのかわかんないんですけど、元に戻りました。寝ながら、寝ながら見てごめんね。でもみんな寝ながら見てもコメントが逆なんじゃない？そんなことないのか。こういう人を見たことがないので、どういうさ映りになっているのか。よいしょ、こんばんは。よいしょ、こんばんは。どうしてこうなってんの？わからないんです。真剣に悩んでるというか、真剣に考えてるんですけど、なんでこうなってるのか理由が不明なんですよね。来週です。今週は、あれですよね、あゆ太郎さんの。あ、先ほどね、終えられたと思うんですけど。次は、私です。やや謎面、楽しかった。初見ありがとうございます。こんにちは。あ、なんか前髪巻いたらこうなりました。お疲れ、ありがとう。なんか雷がすごかったですね、昨日。本当に怖かった。雷がどの方角で鳴ってるのか分かる。あそこら辺で鳴ってるんだみたいな。近くて、あ、そっか、新潟だけか。横浜市は新潟。見てくださってありがとうございます。そう、画面がまたあれになってます。停電？いや、どうだろう、ちょっと寝てたというか電気消してたからわかんない。びっくりした。え、Wi-Fi つけてないの。やばかったね。帰りは、妹がいます。姉妹です。昨日やばすぎた。あと今日の朝起きてからもうすぐ鳴ってて、もうなんだこりゃと思いまして、何歳差。頑張ってください。頑張る。ありがとうございます。怖かったね。あの、全国テレビっていうのか、全国ニュースでも、あの、なんか新潟の雷がやばいですみたいな放送してて、なんかさ、全国ニュースで新潟って名前を挙げられるとドキッとするんですよ。こう、まさかの自分みたいな。びっくりした。昨日の夜から今日の午前中までずーっと天気が悪くて。こんばんは。あ、関東は梅雨明けされたらしいですね。なんか、統計を測り始めてから一番早い梅雨明けらしい。まだ6月のくせに。まあ、そう、関東だけです。私のお住まいはまだ梅雨です。梅雨です。これ
途中で充電なくなりそうだな。うん、長野もそうよく知ってるね。なんか今日久しぶりにニュース見てた。ほらちょっと知識を得ました。はい、みんなも、まあ、節電とかは大事だけど、節電して熱中症になったらもうちょっと元も子もないので、全然クーラーとかつけたりお水を飲んだり、節水とか急にしださないでね、夏だから。偉いけど体調第一なので。そうニュースすごい久しぶりに今日見ました。新潟の梅雨明けは7月の6日かな。あ、アジサイタワーありがとう、ありがとうございます。実は私の家の玄関に、玄関、靴とか置いてある場所は玄関か、玄関にアジサイがある、生きてるアジサイ、お気に入りです。アジサイ歌って、何、じゃあ明後日発売させていただくアルバムに収録されている同期で4人で歌わせていただいているどうしようもないこと、いきます。忘れたかった忘れられなかった、君のことまだずっと好きでいると伝えたい、どうしようもないことってあるよね。忘れたかった忘れられなかった、君のことまだずっと好きでいると伝えたい、どうしようもないことってあるよね。うん、はい、ハッとしたのはどうしてだろう、こんなにそれてしまったのか、しそうでしないその先のこと、なんかさちょっと似てる、しそうでしないとさ、忘れたかった忘れられなかったってなんかちょっと似てる、息切れする感じが。はい、今県外の皆様に初公開させていただきました NGT48 ファーストアルバムに収録されているどうしようもないこと、はい、県外の皆さんに初公開。カイリーちゃんの中で横向きが流行ってるの、ほんと意図してないんです、全然恋じゃないです。まあどちらかといえばみんな通りに配信したいですけど、カラオケの時にちょっと不便なんですよ。はい、ちょっと世界に公開させていただきました。ハッとしたのはどうしてだろう、ほんの些細なこの行き違いが、僕たちの人生がこんなにそれてしまったのか、ドラララルン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 、忘れたかった忘れられなかった、そうです、意図せずになんか横立てた、どっちの表現が縦になっちゃいましたか、縦になっちゃった。でも出
していい、もう恐れるものは何にもないということで、なんか今すごい開放的なんです私。唯一無二ですね、ありがとう。もうなんか今まではさ、ちょっとレコーディング前とかこの楽曲とかいっぱい聴いていたから、ちょっと歌っちゃいそうになるとか思ってたけど、もう何でももうね大丈夫なので、とてもらっくりしてます。僕たちの人生は、明日はいよいよフラゲ、フラゲ日、この夏は NGT は熱くなりそう、熱くしたいです。私もその熱に参加したいですね、夏頑張ります。なんか NGT だけなのか私だけなのか何なのか分かんないんですけど、こう忙しい時と忙しくない時の差がもう激しくて、なんか私は今は予定がありがたいことにある時で、なんかカレンダー見たんですよ、アプリの、アプリのカレンダーチェックしたら3週間ぐらい全部何かある、3週間全部何かがあるっていう感じだったんですけど、でもその前はすごい暇だったりなんかしてて、そうあのなんだろう、もっとその暇な時は、暇な時にお仕事もこうまばらに、まあ、難しいですよね、もともと土日休みとかじゃないからそういうあれじゃないので差が激しすぎて、うん、いやでも全然土日休みがいいとかは言ってませんよ言ってません、あの毎日そうですね、コンスタントにお仕事がある方が嬉しいですっていう。おやすみなさいね、時間がある時に自分が磨けたら一番いいんですけど、時間があるとなんかやっぱりこう闇の方に進んじゃうので、なんかそう、こう希望としてはそんな感じ、うん、でもあと1週間したらお休みが2日くらいある予定です。どういう休日がいいの、なんだろう、あのうーん、なんかもうなん、どの休日がいいんだろう、ガーデニングでランチ優雅な、なんか紅茶みたいな休日、うん、穏やかなガーデニング、なんだろう、お花畑か、ガーデニングってなティータイム、そうティータイム、そういうそういう日々、あーありだね、乗ってどこかに行きたい、もうなんかどっか全然地図とか見ないでブラブラーってどっかに進みながらそうですね、チルですね、チルしたいですね。ガーデニングしながらって言いたい。こんばんは、あと5分したら充電器を持ってくる、あいなあと2回、あえ2回もあるの、ん私今日で毎日アイドル20何日目なんですけど、これ
もしかして効果が出てきてるのかな。初訪問の方がいらっしゃる。効果出てるの、もしかして。っていうか今日びっくりしたことがあって、あのなんか今日ね、お仕事の前に一人でランチしてたんですよ。一人でファミレスでランチしてて、あ、新潟駅ので、なんかまあ暇だなぁと思って、新潟駅新しくなったので構内が、まあ、ちょっと覚えようと思ってプラプラしてたんです。新潟駅を覚えよう覚えようって、急いだ時とか新幹線乗る時に困んないように覚えよう覚えようと思ってプラプラしてたら、なんか壁にですね、じゃあ壁に何があったと思いますか。ある場所の壁にすごい引きつけられちゃったんですけど、引き寄せられちゃったんですけど、壁に何があったと思いますか。壁にラブラないね、ない、ラブラはバンダイ、壁に巨人ね、やめて。新潟の巨人、壁に耳ありじゃなくて虫、そんなそんなことショールームで言わないわ。本当にわかんないんですね、うん、みんなたら。じゃあ分かった、まずまだ、まあ、県外の方お疲れ様です、センキュー。県外の方はね、そんなに新潟駅ご利用されないかもしれないんですけど、ちょっとこれを答えられない新潟県民は今からあの新潟駅行ってほしい。壁に穴、違う。壁にミヤマクワガタ、違うよ。じゃあヒント出しますね、まあ、みんなが知ってるもの。そう、私も知ってる、でもなんか全然なんかえっていう、そう、壁。あ、ロッチさん惜しい、東京タワー、うん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 、あ、もっと絞る、うん、ジャンル、アイナン、あー惜しい、音ひげ違う。階段じゃない。なんか惜しい惜しい、ラーメン部って、私はラーメン部じゃありません。じゃあ行きますね。壁に、あの3日に開催される鉄音のハンナ案内の広告が貼ってあったんです、新潟駅に。そこにあの私の壁写があったんです、ドーンって。もうびっくりしちゃって、私そう、え、なんであるのみたいな、なんで私いるの、嬉しいと思って、そうねえ、これ一大事ですよ。なんでさ、ねえ、みんなが気づいてよ。私みんなのツイッターで知りたかった。ちょっと、いや、嬉しいです。とっても嬉しい。そうだよ。嬉しかったです。見つけられなかった。聞いてなかったです。だから、一人でご飯食べて、もうプラプラーって、
本当にもうプラ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 って頭の中本当に空っぽに 0.5 しか残ってない状態で歩いてたら、その 0.5 が私を見つけて、もううわって思ったんです。それ改札外なんですよ。改札外だから無料の場所でも、私はもしかしたらこれは改札の中にも自分がいる、あ聞いてみよう、あ自分がいる、これはもう切符買わなきゃと思って、あの私はその 0.5 の頭で、あの改札通って、もしやもうまだ見つけられてない自分がいるのではと思って入ったの。そしたら、そしたら、そしたらいたんですよいた。駅の改札の中のすっごいあの緑の窓口の隣にいたんです、自分が。多分緑の窓口かな。でもすごい嬉しくて、私それが、うん、本当に要チェックよろしくね、嬉しくて、なんか嬉しかったので写真撮ってた。だけどでもなんかそこのポスターの前にいる写真スポットがなんかこう緑の窓口のこう自動ドアが開くところで、なんか私が写真撮ってる間ずっと自動ドアがこういう風になってて、ちょっと申し訳なかったから、あんまり長居はできないかもしれないんですけど、でもそう、もうびっくりした。なんかこんなはずじゃなくて、プラプラこう本当にプラプラしてたから、こんなことが起こるなんてっていう、うん、急展開すぎて、ちょっと、いや看板じゃないですよ、看板じゃなくて、あの公式のツイッターさんでもあのツイートしてくださった画像のあのポスター、あのポスターに NGT のメンバーの神社があった。あーびっくりした。もっとねちょっと「貼りました!」って大々的に言っていただきたいもうしれーっとしてたから、もう私びっくりしちゃって、いや本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。いやよかった、7月3日までに自分で見れてよかったなって思って、あびっくりしました。だってさ、ファンの方も誰も気づいてないじゃないですか、私が気づくっていう、もう新潟駅巡りもう多分私ぐらいしかしないと思うんですけど、新潟駅構内を記憶するということをやってたら、わーお It's mine、これは私、 It's me どうしよう、私がもしかして最初に気づいた、絶対私がなんか最初に気づいちゃった気がする。だってさ、あれだけ私新潟駅に登場したかったから。そう、ちょっとマイン間違った、私のものじゃなかった、あのポスターは、すいません、お詫び訂正訂正私は貼ってません、そんな無断で貼るだなんて、もうびっくりなの。でもなんかちょっといいですか、一つ、あの改札の外の方に貼っていただいたポスターがなんかちょっとペローンってペローンってめくれてたので、ちょっとあのもう一つ乗り付けていただきたいです、お願いします。え、いつ貼ってくださったんだろう、え、どうしよう、誰が貼ってくださったんだろう、ちょっと私お礼しなきゃもう気が済めない。サイン書いてないよ、落書きになっちゃうじゃん。うん、あそうだ、多分湿気だと思います。あの外に一番近いところだったんです、その改札外のところはもうほぼハーフ外みたいなはい、もう嬉しすぎて嬉しかった、嬉しかった。
ありがとうございます。びっくりした。ちょっとこれから皆さん、道歩いてる時に壁に推しメンがいないかちょっとチェックチェックお願いします。嬉しかったもうやばい、新潟駅に、新潟駅は新潟で一番大きな駅なんですよ。でさ、それでそこに飾っていただきたいなと思ってアプリイベント頑張ったり、みんなと一緒、みんなのおかげでね叶えていただいたりしたのに、まさかもう無断で、無断っていうか全然いいんです、本当に嬉しいので全然いいんですけど、まさかもうノーマークでもう、うおーみたいな、わお、よろしくお願いします。いいんですよそうだな、ちょっとやっぱり7月3日のことも盛り上げたいので盛り上げたいので、その画像をこう見てくださってちょっとツイートしてくださる方は、その鉄音さんのあのツイッターのアカウントも一緒に、タグ付けをしてくださると嬉しいです。まず私がツイートしますいいですか、ちょっともう第一発見者でも、誰、誰も発見してない、私が第一発見者でいいですか待って、私がこの後にツイートする。でもなんかさっきツイート本当はしようとしたんですけど、文章思いつかなくて、いい文章が思いつかなくて、こう今の気持ち、え、これどうしようみたいな、もう私だよねって思って、でも皆様には本当にお願いです、見てくださったらタグ付けをして鉄音さんありがとうっていうのをお願いします、うん、あ、びっくりした、どうしよう、今マウントツイートされたら、うん、すぐ分かるとこにある、もう壁見てたら絶対分かる、だって私は本当に新潟駅をただ新潟駅の構造を覚えようとプラプラしてただけなんです。言ったじゃないですか、私新潟駅のまずその道のりを全部理解しないと気が済まないからって、それをしてたの、そしたらいたのもう嬉しくて、お、壁よしよしよし、はい、ありがとうございます、うん、そう、ショールームイベントもなし、アプリイベントもなし、じゃあちょっと場所を細かく教えちゃっていいですか、それとも皆さんが探したいですかあ、7月2日の公演の時とか県外の方も無視だったらっていう、探したい派、みんなどうしよう、あ、でも今日私が壁をツイートしたらちょっと分かっちゃうかも、壁の質で壁の質感で絶対わかる、2箇所あるけれど、あ、でも待って、なんか私が今日2箇所しか見つけられなかっただけで3箇所目あるかもしれない、どっちがいいですか、壁質で特定したい方、うん、どうすればいい、壁特定班してくださりますか、どうしよう、でも確かに県外民の方はだってもうその日しか
7月2日とかその日しか行けないのにさ、特定できなかったらもううわーってなっちゃうよね。じゃあ、あの明日モブメで発表します。はい、うん、いや壁わかると思うけどな。ケツオンさんのアカウントをタグ付けしてくださったら、パチ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 、ありがとうございます。昼公演投げてみる誕生日、はい、この誕生日にしましょう。わかるよ、うん、そうそうそう、そもそも新潟駅の壁はそんな壁紙だらけじゃないので、多分壁紙を見た瞬間にうわってわかると思います。壁紙だらけじゃない、よろしくお願いします。うん、嬉しいなぁ。見てますかね、あの鉄音の新津商店街の方、ありがとうございます、ありがとうございます。改札内に、私が見つけた中だったらに全部だったら、改札内に1つと改札外に1つ、1枚ずつ、2枚も2枚もねえ、ありがとうございます。よかった、今日なんか探索してて本当になんか暇つぶしってなんかこんな役に立っちゃうんだ、びっくり。よかった本当に気づいて、もうこれ気づかなかったら私一生後悔しそう嬉しい。そうだね、ちょっといろんな駅を見ようと思いました、ありがとうございます。皆様もよろしくお願いいたします。最高の暇つぶしだった、そう、人生救われた。あと今日もう一個嬉しいこと、嬉しいことというかファンタスティックなことがあってそれはもう佐藤家ついに佐藤家はついに、ついについに、じゃあ当ててください。これもじゃあクイズ形式で、佐藤家ついにマグロをまあ、ほにゃららした佐藤家ついにマグロをほにゃららした、あ、間違えた、ナウって言っちゃった、間違えた、ちょっと時間見てただけですいません、あ、すいません。ナウが消えない、え、消えない、ナウって顔ついて、もういっか、もういっか、じゃあ行きますね。佐藤家なんとマグロを叩き始めましたもうほとんどね、私のショールーム配信でネギトロのことをね、あの話ね、毎日のように言ってますけれども、なんとついに佐藤家マグロを叩き始めました。競り落としが違います飼ってるわけじゃない、あの知人が、知人がマグロを釣ったらしいんですよ。それで私がネギトロが大好きだということで、こうネギトロにできそうな部位を譲っていただいて、で、あの父が包丁で叩いてくれて、今日食べました。
今日はね、なんか私はあの、いや、カイリがやるって言ったんですよ。カイリが叩きたいって。せっかくのマグロなんだし、カイリがネギトロ好きなのもファンの方も知ってるから、ネギトロを叩いてるところを私はみんなに見せたいんだって言ったんですよ。でもあの、そのスーパーに売ってないネギトロを叩くのが初めてだから、こうどんな感じに出来上がるかわからないし、そもそもここの部屋で、ね、ここの部屋でマグロを叩かないでって言われちゃったので、私にはできなかった。でもこれからあ、その知人の方とか、まあ、まあマグロとかをいっぱいこれからも釣っていただいていう釣っていただいて、それでまあまた譲っていただいて、何回か練習したら、まあ、皆さんにお見せできる日が来るのかもしれない。うん、本当は絶対ショールームで叩きたかったんですよ。ちょっとさ、そういう姿をみんなに見てほしくて、そういう姿というか、なんかいつもここに座って話してるだけじゃ、このもう絵面はみんな飽きたなって、 縦になったり横になったりするだけじゃないですか。だから絶対マグロを叩くって思ったけどダメだったんで。いやけどね、そう、今日ね、そのお父さんがマグロ叩いてくれたやつ食べたんですけど、もうあのスーパーのマグロとそっくりなんです。もうウニ2つ、もうそっくりさん。アメジストありがとう。なんかもう何の変哲もなくてそうなの。なんかいや、だってお父さんはアマチュア、何、多分マグロ叩いたの初めてなんですよ、生まれて。漁師さんでもないですし、なんていうの、そういうの、お父さんはあのなんかもう普通の人だから、そのそう、マグロはいただいても本当にありがとうございますなんですけど、もう全てを叩き終われるかというか、なんていうの、なんかあれもう本当にネギトロのマグロってもう細かいじゃないですか。だからそこまで体力があるのかなと思ってたんですけれども、あ、もうすごい全部叩き終わってて、すごい、いや待って、お父さん褒めてるみたいなマグロも本当に美味しくて、なんだろう、お店屋さんで全然出店できるなって思いました。うん、すごかった、びっくり。今日それ食べた、マグロが偉い。ついにね、佐藤家はマグロを譲っていただくまで来れたので。でなんか私も好きなんですけど、妹も大好きなんですよ、ネギトロが。だからなんかまあこれを知人の方が、でもその方は私が NGT だって多分知らないかもしれないんですけど、はい、ちょっとマグロをお願いしますもう美味しい。でもあのなんかね、ちょっとよくわかんないんですけど、なんかマグロってあのなんかすごい、もう大トロ、大トロじゃないんですって何言ってるんだろう。マグロは、あ、まあ、ネギトロは大トロの部位じゃないんだって。でもなんかあのなのにさ、叩くとあんなに美味しいじゃないですか。なんでなんだろう。だから叩き始めた人は天才だなって思いました。叩き始めた人に感謝します。マグロ叩きの名人になったらどうする、どうするどうしよう。でもなんか私はあの、まあこうやって NGT で活動してて、いろんな方にネギトロを食べていただいてるので、結構悔いはない。そう、なんか油を足すらしい。そう、その通り、もうそれが言いたかったんです。油を足してるらしいんです。
なんか関東の方、東京の方とか野口鮮魚店に行ってくださってて嬉しい。私あそこのネギトロも大好きだから、うん、あそこに、あそこなんか、うん、なんだろう、あそこに、あそこどうしよう、あそこで何か何かさせていただいたら嬉しい。もう私は、びっくりだね。あとね、あとまた今日あのショールームで言えることがあったんですけど、なんか昨日結構私眠そうだったじゃないですかそれで、まあ、結構早く寝たんですね。それでも8時間くらいずっと爆睡してて夢を見たんですよ。猿を飼う夢猿を2匹飼う夢を見て、でもなんか起きた時になんかちょっと寝ぼけてて、こう夢を夢だと思ってなくて、で私は朝起きても自分猿を飼ってると思ってて、あ、そういえば猿の餌を買いに行かなきゃいけないんだと思って、でも玄関に出たんですけども、雨がもうすごすぎて、あ、今日ちょっと猿の餌買いに行けないなと思って、じゃあママかパパに仕事帰りに猿の餌頼まなきゃ、なんかいつまでもグレの餌は食べさせてあげないと思って、そう LINE しようとして、こう LINE の文章を打ち始めた瞬間、あ、そういえば猿飼ってなかったと思ってやばいと思いました。あ、私が猿を飼う夢を見てたんですね。猿飼い始めたばっかりすぎて、こう猿に何をあげていいか分かんなくて、なんかとりあえずお家にあるなんかビーフジャーキーとかハラミとか、あ、ハラミ、サラミ、なんだろう、サラミ、ハラミ分かんない、サラミかな、サラミとかグレの餌をあげてたけど、それじゃあダメだよねって言って、猿の餌を買いに行かなきゃっていうのを頭にこびりつけてたら、私は買いに行こうとしたっていう びっくりした、ハラミびっくりしたな。楽しかった夢。あとまだ夢見た。バナナとか食べてなかった。うん、壮大な夢だった。楽しかった。今日はだから盛りだくさんでした。まず朝からそういう夢を見て、で、あの時間潰してる時にポスターを見つけて、でなんかお家に帰ってきたらマグロそのいただいたマグロで、私のお家でネギトロが完成されるっていう、なんかもう夢のような瞬間。この3個すごい、なんというか、なんか濃かったです自家製ネギトロ、充実しました。なんか充実の仕方が面白いんですけど、やだ全部夢だなんて、うん、まあでも中でも自家製ネギトロはやっぱり本当に嬉しかったな。今度はでも配信でやりたいですね。どうしたらいいんだろう、なんかどっかのキッチン借りるあ、でもまたマグロをいただけるかという話。マグロってそんな頻繁に釣れるものじゃない気がするんですよね。
どうなんだろう。でも私は絶対に釣りとかできないので、なんかリリースしちゃうので、帰りなら猿飼いそうで。え、でしょ。なんかよくホームセンターでお猿さん見に行ってたもん。でも値段ね、アスクって書いてあった。釣れないよね。でもさ、しかもせっかく釣れたものをさ、こんな私に、こんな佐藤家に譲ってくださるなんて。なんという心の広い方だ。嬉しい。趣味で釣ってる人、え、わかんない。ちょっと私全然わからなくて、あのお名前も何もお聞きしてない。ただお父さんの知人っていう。いや、私も食べたし、みんな食べてた。家族みんな食べてた。あ、でも妹はこれから食べるのかな。妹はなんかバイトに行ってたので。そう、あ、お父さんは何者か多分知ってます。でもちょっとすいません、マグロに心身すぎて何も聞いてなかった聞かなきゃね。はい、それな。うん、多分人が釣ったんだと思う。びっくり。あ、でももしかしたらそのマグロではなくて、あの普通にマグロのお刺身をこうやればいいんじゃないかなってちょっと思います。グレちゃんはマグロ食べない。なんかでもツナとかね、ツナ缶とか食べてるとちょっとグレが反応するけど、あげない。マグロの種類わかりますか。わかりません。家族誰も釣りとかしないので何にもわからないです。遊びで釣り堀行くぐらい。あとワカサギ釣りとかそれで私が落っこちるぐらいです。私はワカサギ釣りで足をなんか入れてみたくなったのか知らないんですけど、あん中に全部入れてしまった思い出があります。楽しかった、ん面白かった。あの全部落ち、太ももないぐらいまで、膝ここら辺膝ぐらいまで氷の中に、あ、海、水だった。氷の下は水だった。そうです。釣り堀は遊びというか、私が遊びだったんです。そう、釣り堀の魚に向けては別に食べないじゃないですか。ちょっとそれは食べない。さすがに食べ物だと思って釣り堀行く人いるんですか。行かないですよね。いなかった。だから釣り堀の魚は遊びだった。トップバリューにマグロのたたきないかな。え、どうだろう。トップバリューにさ、マグロ目当てであんまり行かないけど、トップバリューのはお肉が好き。うん、充電なくなってきちゃった。でもあと45分まで配信するから、あと、え?7分しかない。うーん、あと7分だ。このあとすぐ私は間髪入れずにお風呂に入るあ、その前にツイートをしてお風呂に入って活弁をして寝る
あ、そう、あと今日ね、ちょっともう一個あった。私今日なんでこんな充実してるのかわかんないんですけど、ね、今日ねお買い物したの。すごいもの買った。じゃーん、いい匂い。これ4日間の集中補修トリートメント、速攻型プラチナセラミド配合、新次元のうるつや髪へパサつき集中ケア。あ、まっ、まあそう、もうすごいものをね買っちゃったね。なんか私あんまり衝動買いとかしないんですけど、でもなんか私髪の毛最近本当に髪質がなんか嫌になってきて、自分のもうなんとかしよう、なんとかしようと思って美容院の予約したんですけれども、その美容聞いてください。あの発売期間からさ、鉄音があったり、あのアルバムのお仕事があったり、もういろいろあるのに、美容院の予約が取れたのその全部後なんです。その全て終わった後に予約が取れたの。だから意味がないの、このパサパサな髪の毛に。もうだからどうしようどうしようと思って、私はネットで調べたりこう嗅ぎ回ってたんです。そしたらなんかこれ見つけたので、なんかこれはこう4本に分かれてて4個あるの。理科の実験みたい。これがね、なんかこの4個を毎日つける、なんかそれで髪質が変わるって。そう、これ高かったの。お値段、じゃあちょっと当ててみてください。ちょっと調べないで当ててみてください。調べないでね。何だと思う、何円だと思う。4個で、どうしよう、発表しにくくなっちゃった。1000円。1000円ね、私が、え、なんかちょっと話が違うじゃないですか。高いって言ってるじゃん。そう、なんかハードル上げて、ちょっと待って、損した。せー、待って、嘘でしょ。ちょっと聞いてくださいよ、みんな、おかしくなっちゃってる。みんな多分さ、今回シングルじゃなくてアルバムで6000円だから、ちょっとあれかもしれないんですけど、え、なんか私がね、お父さんに高いシャンプー買ったの、これ 4セットで1000円したのって言ったら、高っって言われたの、お父さんに。高いって、2本ちょうだいよって言われた。もう高いって私言われたから、やっぱり1000円って高いよなって思ったんですよ、私言ったらみたいな。もうなんてこんな豪快なお買い物をしてしまったんだと思って、これはちょっとショールームでネタにしなきゃ、なんかちょっと1000円がもったいないと思って言ったの。びっくり。え、よかった。え、待って、どういうこと。え、じゃあこれ何、え、安いってことですか。え、どういうこと、なんかわかんない。え、どうしよう、私、え、私どういう金銭感覚なんですか。みんな大丈夫？嘘。嘘でしょ？え？安いの？うん。あ、待って、これね。え、これ、1ヶ月使おうと思ってる？4日。そう、1本250円。そうなんだ。なるほどね。なんか、あれみたい。これ、チューチューするやつ。じゃん。
楽しみ。これでお風呂入るのが楽しみになった。私お風呂あんまり好きじゃないから、このこれじゃなきゃ。シャンプーの、そうですね、後にするんです。え、これリンスの後にするの、トリートメントって。それともトリートメントがリンスなのかね。何なんですかねこれは。シャンプーの後軽く水を切り、1本分を手のひらにとって髪全体になじませ3分から5分放置。放置？なんか暇だな。あ、これリンスしなくていいんだ。その後しっかりすすいでください。タオルドライで優しく水気を切り、髪の毛を軽く下に引っ張りながらドライヤーでブローします。熱を味方にしてさらにツヤのある髪へ導きます。だってこれよく読まなきゃ。どうしよう、どこなんだろう。メイドイン青山で青山だって。東京都、東京都なんて言う、港区、東京都港区北青山、どこだろう、どこ、ここ青山から、新潟の我が家に来てくれた感じです。そういう青山新潟にもあるよね。いや、なんか港区の北青山らしいです。お肌に合わない場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがあります。何の症状。皮膚科専門医等にご相談してください。まあまあそうですね。目に入らないように注意し、入った時はすぐ洗い直してください。極端に高温または低温直射日光に当たる場合、当たる場所、乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。そうですね、それはもちろんです。なるほどね。でさ、この発売日、発売日サラサラになりたいなと思ったんですけど、それならいいよね。そう、今日から、あ、今日もでしたけど、明日から全部あの、まあ、レッスンとかもあるけどね、誰かしらに会うので、じゃあそこで一人でも帰り髪の毛サラサラだねって言ってもらえるようにちょっと頑張りたいと思います。私の目標。そう、帰りすごい髪の毛いい匂いとか、サラサラ髪使ったねって、もう一人にでも言ってもらう。それでクリア。わかりましたか。そう、サラサラだねって。え、ちょっともしこれで本当にサラサラになったら、あの特典会の時もこれにしよう。塗りながら参加しよう。今までは特に褒められてなかったかな。特に、特にね。これもし本当に私が良かったら布教するメンバーに、絶対布教するよ。なんかもう匂いが、匂いするもん。お、おいしい、おいしいって、いい匂いするもん。そうだね、もう喋り会でもこれいっぱい使う。でも、1000円だから、私のあの私の中だったら、まあ、月に2回が限界だから、月に8日間集中攻撃。ああ、音
落としちゃった、やばい落としちゃった。これをね、あとはあとはコンタクト、もう開けちゃったんですけど、コンタクト買ってマスク買いました。え、カラコンの方が高かった。でもカラコンは、あ、もうね、カラコンね、あ、待って、カラコン、私のじゃあカラコン事件聞きますか。出費が多い、もうここ3日間ぐらい毎日お買い物してる。でもなんか私、そう、お買い物するの好きだから、私のカラコン事件は、なんかカラコンってがコンタクトか、コンタクトってこう箱ごとこうやって置いてないんですよ。で、箱ごとこう、お、あの、店員さんに持っていけなくて、なんかこういうパッケージした偽物とか偽物あの空の偽箱とか、こう投資なの、あ、そうなんだ、なんかわかんない、え、私在庫があれ、 なんだろうなくなっ、わかんない、わかんない、何かわかんないけど、なんか、あ、タワー、アジサイタワーありがとうございます。それでね、 14.2mm なんですね。で、まあ、14.2mm であれば、まあ、派手じゃなければどんなカラコンでもいいなっていうので、 14.2mm の偽箱を取って店員さんにお出しして、店員さんは、まあ、それと同じ箱をね、こう奥でこう探して空じゃない箱を私にくださるんですが、なんと店員さんが私にあげたのは空箱だったわけじゃなくて、私にあのくれたのは、あのちゃんと入ってたやつなんですけれども、 14.2mm じゃなくて、私の目に到底入らないサイズの 14.5mm っていうやつだったんですね。でもなんかその店員さんがすごいなんか優しくて、あ、これ私のサイズじゃないですっていうの言えなくて、私、え、私の目には入らそうなくて、でも言えなくて本当に。でも店員さんは、こちらですかって、で私がうんってやってた、こちらですかって、あ、こちらですって、で、こちらですって言っちゃったんです。それで、全然違う、なんか目のね、3ミリって大きいんですよ。3ミリ、これ違う、 0.3 ミリか、大きくって、それで、まあ、私はサイズ違いのものを買っちゃって、それをまあ使い終わったんだけどそれを今までずっと使ってて、同じとこで買ったんですよ、あえて、また間違えられても言えるように、たらちょうどいいの買えた、うん、う、全部使いました。昨日もそれだった、もう無理やりこうって入れて美味しくいただきました。そうだよ、うん、とカラオケじゃない、カラコンはナチュラルじゃなきゃ許せないっていうポリシーのもと入れてるんですよ。もう絶対アイドルしてるとそう分かってくれたかな、みんな。ということで、すごい今日は充実した一日になりました。皆さんもの毎日も充実しますように。ではランキングを見します。13位佐藤、11位白鷹さん、ありがとうございます。10位高見さん、ありがとうございます。
9位ボンタカさんありがとうございます。8位テラちゃんさんありがとうございます。7位トンスケさんありがとうございます。6位ロヒーさんありがとうございます。5位マツくんさんありがとうございます。4位ニシタムさんありがとうございます。3位トーゴさんありがとうございます。そして第2位タカシさんありがとうございます。そして第1位はエチゴンダゴンさんです。ありがとうございます。ありがとう。わあ。では、また明日、明日も配信します。絶対する。もう絶対にします。よろしくお願いします。